私は迷っていた。大志を抱き、天下を目指しながら、それでも迷い続けていた。武門たる尊家は、官室の刃であるべきではないのかと。帝を名乗るなど、すべきではないと。ですが、宗妃は官室から禅譲を受けました。もはや使えるべき官室はありません。劉備も、そのこの劉禅も、直感の帝を戦勝しましたしね。まあ、今となっては孫悟の進化ですが。帝とは、何なのだろうな。今ここに至って、私が名乗るべき意味はあるのだろうか。帝となり、天下を制すれば、天下万民が仰ぎ見る。帝となる理由は、それで十分ではないでしょうか。ほう、わかりやすいようにか。そう考えると、なるほどと思えるな。孫賢様、お立場がどうなろうとも、私は孫賢様のおそばにいるだけです。きっと皆も。よし、もはや迷うまい。今よりこの孫厨房は御殿を合する。皆、我が天下のため一層奮戦してくれ。